7座禅。赤いお堂のところの奥に見えるのが薄様明王というお手洗いの仏様なんですね、はい、そのお手洗いの仏様のご縁日が28日ということで、そのお参りに見える方のために、まあ、屋台を出していただいている。昔からそうやって続いてるんですか？だと思いますね。遊郭が近くに江戸時代あったんですね、うん、毎月28日その日だけはお参りに外に出ることを許されてた。あ、遊郭の花魁さんたちがってことですか？綺麗、うん、はい、な女の人がお参りに見えれば、それに花の道に集まるように男衆も集まってくるっていうことでだんだんね人が集まるようになって、お寺としては行事としてお参りをするんですけども、うん、それを欠かさずにしていきたいなと思っております。今ここにある一瞬っていうのはその時しかないで、一生懸命ある中でちょうどいい加減に生きていくということを大切にしたいかな。以前ちょっとこの座禅の生配信の方でお世話になった時も、そのいい加減っていう言葉を教えていただいたじゃないですか、はい、いっぱいいっぱいになってしまっていた時に、そのいい加減っていう言葉をふっと思い出したらすごく気持ちが楽になったんですね、うんうんうん、あ、これはもうなんか忘れてはいけないな、こういう精神を大切にしていかなきゃいけないなって思いました。自分が頑張れば頑張るほど自分が追い詰められていくんですよね、うんうん、だからそこでいい加減ちょっと自分を解き放ってやると、その瞬間は多分人生になかなかない悟りだと思いますよ。もう悟りですか